入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの矢田です。こんにちは。さあ本日はですね、いよいよ第2回オンライン模試の受付が開始します。今日から7日までです。よろしくお願いします。はい、ざっくりね、概要を説明するとですね、申し込み期間が今日から7月の7日まで、で問題配布日が7月8日水曜日の18時頃に届いて、回答受付期間がその配布された時から7月14日の23時59分までとなってます。で個人成績の返却日が7月21日の18時頃で、問題の公開期間が7月8日の水曜日から7月28日の火曜日となっております。英語、現代文、古文、数学、この4科目はですね、全て問題の解説が映像授業となってプレゼントします。あとはね、模試の結果を踏まえて、そのみんなの結果が出揃った後に、僕と今井先生が大体もう1時間から1時間半ぐらいの長編のね、模試のフィードバック動画をこの申し込んでくれた子だけに送りたいと思います。あとですね、教科とか科目によってどういう試験時間になってたり、どういう範囲が出されるかみたいな内容は動画の概要欄に貼ってます模試の案内、今回あの第2回に関しては作りましたんで、ぜひそちらをね見てもらって確認してください。で前回を踏まえてちょっと注意してほしいんですけど、はい、名前を適当に記入してた子がいるんですよ、はい、うん、で一応第1回目ではそれでも良しとして送ってたんですけど、名前を間違ってしまって、例えば不具合があった時に、その不具合を確認してさ、こっちが対応する時に名前が違う人やったら、もしかしたらさ、個人成績を他の人に渡してしまったりとかなっちゃう場合があるやんか、うん、はい、だから名前を適当なやつで申し込んでたら、そういう不具合に対応できないわけですよ、うん、だからちゃんと自分の名前は正確な名前を入れてほしくて、問題が起こった時だけにね、学校の学生証とかで学生証とかの写真をもらって、本当にその人なのかっていうのが確認できた子にしか問題対応はちょっとできかねるので、名前だけ注意するようにしておいてください。受験料に関しては完全無料でやることになっております。で申し込み方法なんですけど、まず LINE に登録してもらって、テキストでオンライン模試という風に送ってもらったら、そこから自動返信で内容が返ってくるんで、それに沿って連絡を返していきます。そしたら本申し込みフォームが現れて、本申し込みフォームで個人情報を入力してもらったら申し込み完了と。その申し込み完了した子だけにメールで問題を送ったりとか、公表動画を送ったりとか、個人成績を返したりするんで、その申し込み方法を絶対間違えないようにしてください。前回 LINE 申し込んでるけど本申し込みまで行ってないみたいな子も多かったんで、絶対注意してくださいね。最後になんですけど、このオンライン模試は本当に受ける子が多ければ多いほど正確な数字が出ます、うん、で、僕たちの力だけでは人数は前回としてはもう2000人ぐらいしか集めれなかったんで、みんなの共有、いろんな子に拡散してくれることによって、どん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 受講生が増えて、正確な数字が割り出されるようになるんで、ぜひ完全無料なんで友達に紹介していただければと思います。それではたくさんのご応募お待ちしてます。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。